こんにちは、はじめまして。私、青森県でコスプレイヤーをしている桃崎しおりって言います。私は普段コスプレ衣装を着て雑談配信を主にやってるんですけれども、歌うことも大好きで、歌を歌う配信もしてます。袖に咲く原価、ただそこに愛を落とした。派手な色を溶かす夜に銀州の月を添えて、声を轟け夜のその向こうへ。涙で滲んでたあんなに遠くの景色まで響き渡れ。何を奏でて誰に届けたくて、確かなままでいい。どんなに暗い感情も、どんなに長い葛藤も、歌と散れ残響。ありがとう、キラコメ、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ちょっと間違えちゃいましたね、大丈夫かな。聞いての通り、私ね、青森県に住んでるので、すごく言葉がなまってるんですけど、そのなまりもね、その私のアイデンティティだと思ってそのままやらせてもらってるんで、もしかしたら聞き取りづらいところとか、何言ってるのかわからないこともあるかもしれないんですけど、ありがとうございます。そこもよかったら楽しんでいただけたら嬉しいです。